昭和43年盛岡市生まれ、一高を出て弘前を卒業され、平成6年には帝大の臨床研修を寄せています。その後第二内科という、これは僕もそうですし、よくこの場でも話しますけど、第一内科ね、その消化器肝臓の滝川先生などがおられる第一内科と、医大は第一、第二、第三内科、第四内科、これは神経内科で、僕らは心臓屋です、ね。第一内科は消化器肝臓、糖尿病などの、王道を行くわけですけど、比較的第二内科は、それ以外の腎臓とかいろいろ雑多なこともやるために、心臓をやるという意味でも、その救急医とか、総合的な患者さんをどう管理するか、全身管理をするかというのは我々の大学での 役割ですし、そこをトレーニングされている一局です。平成15年は助手にやっとなりました。平成18年に、前職の赤十字病院に副部長として赴任して、例えば24年からは医療社会事業部という、いわゆる近年赤十字もいろんな事情があって、病院も今再編成されてるんですね。岩手医大が矢幅に移ることなど赤十字の病院の立場というのもいろいろ変わってきております。そういう中で平成26年には部長に就任されて、医療社会事業部以外にも地域連携室長もいると。つまり、どうしても我々のような開業医から、患者さんたくさん紹介するわけですけど、やはり一体この患者さんは何が悪いのかがよくわからない、何が何だかわからないが非常に大変だ、そういう患者さんをどういうふうに、言い方を変えると振り分けるというところの、そういう使命などを負っておられるわけです。部長でした。で、今回その病院再編成、いろんなことがあるんです。医局の事情もある、我々の旧大内科の事情などもあって、正彦先生は中央病院の総合診療科に移られて、医長として移られました。日本循環器学会の、専門医、我々はこれは当たり前、それから日本内科学会の総合内科専門医と、あと医学博士、我々第二内科の医者は、内科学会の総合内科という、これは内科の医者の頂点のくらいです。もうこれを持っていないともうダメだという頂点、なかなか取れません。僕は2回落ちて3回目受かりましたけど、彼は全部1回ですけど、でこれと循環器と、医学博士というのは我々にとってはトリアスといって、この3つを持ってないのはいかんという教育を受けましたが、そのことが多分今日話するその総合診療医、病院総合医、病院総合診療医、言葉はいろいろあるんですけど、そういうことにつながるわけです。例えば血液疾患とか、神経疾患に詳しくはないんです、僕らは。やっぱり循環器などに重きを置いて育ってきましたから。だけどこの患者さんが一体何がまずそうで、この人にはこういうことをしなければいけない、しかも急いでやらなきゃならない、スローでもいい、そういうことを判定するその実力を我々は問われてきたかなと思っているわけです。そこが佐伯先生のこれからの真骨頂、今日の演題がなぜ存在するかだと思います。当然心臓リハビリテーション、心肺運動負荷試験、運動療法という、循環器者の生い立ちから言うと、実は僕と全く同じです。同じ生き方をしています。ということで、194回は、岩手県立中央病院総合診療科医長に移られた斉藤正彦先生に、病院総合医というのはどんなものかという、何ですかというタイトルでお話しいただきたいと思います。どうぞ先生。今日 のお話の流れについて最初に触れます。でまず最初に総合診療という言葉について簡単にご紹介して、そして次に私たち生活者の置かれている現状について、そして最後に医療が今と未来を支えていくためにどのように変わっていったら良さそうなのかについて皆さんと
考えていきたいと思います。でその総合医師領域というのは一番簡単になんとなくこう把握するための図なんですけれども、まあ、さまざまな専門医がいます。消化器、循環器、呼吸器、脳神経、感染症、その他もろもろで、横の図がこの診療科の広がりです。で縦の軸が、まあ、どれだけ専門性が要求されるか、深く見るかということなんですけれども、実際にはその患者さんの大半っていうのは本当のその専門的な領域まで必要としている人はごく少数で、大半の人はこの、ごくごく専門的なところまで突っ込まなくても診療の量が足ります。で、まあ、一人の医者が管理した方がかかる患者さんも医者の方も手間もロスも少ないのではないかということなんです。でこのいろいろ病気を広く見るというコンセプトを拡張していけばもっといろいろなことができそうです。でその人が何に困っているのか、そしてどうして困っているのかを順に追っていけば、その人となり、暮らしぶり、それからどんな人たちに囲まれているのか、あるいは孤独なのかを医療者としては知りたくなるわけです。で後で触れますけれども、その今の世の中が総合診療をもし必要としているのであれば、世の中側にもそれから医療を提供する側にも何らかの足りない部分があるのではというふうに考えます。つまりここにちょっと字小さくて申し訳ありませんが、列挙されていることというのは現在必ずしも満ち足りていないのではないかということなんです。でこのイラストのようにその場所もスタイルもさまざまな総合医が今日今もあちこちで活躍しています。でどこで何をやっていても助けを求められればまず、何か自分にできることをしようというのが共通点です。これは鎌田先生ですね。それから、まあ、私はここに回答するのかもしれませんけども、まあ、その他にもさまざまなスタイルがあるということなんです。で、まあ、簡単でしたけれども総合診療というものについてざっくりとしたイメージができたのではないかと思います。で今お話ししたことって医者なら当然のことだろうというふうにお叱りを受けそうですけれども、実は私も含めてこのごくごく基本的なことを徹底するのが難しいのです。でこの部分に欠落がなければあえてそう思いなどと言い出す必要はなさそうなんです。では次の話題に移ります。20世紀は自然科学とその知見をベースにした産業が爆発的に発展した時代であり、医学医療に関してもそれは全く例外ではありませんでした。それで病気の発症、それから病気の進行のメカニズムが細胞、組織、分子レベルで探求され、また遺伝子の関与についても解析されるようになりました。洗練された作用機序を持つ医薬品が多数開発されて、より体に負担の少ない方法で外科的な処置も精密にできるようになってまいりました。で、最先端の検査や薬で皆さんの期待に応えようとすると、細かい分野一つ一つに、詳しい医者を揃えて、待ち時間が長くなり、手間もお金もどんどんかかるようになってきています。皆さんも実感されておられると思います。で、もともと医療は私たちが不意の病気や怪我に見舞われても一人で耐え忍ばずに済むように助け合うための社会装置であったはずです。大げさでお金や手間をふんだんにかけた分、果たして私たちは本当に安心して満ち足りているのでしょうか。そのような医療制度を維持してきた私たちの国や地域、そして私たちの暮らしの状況というのは今現在どうなっているのか一緒に考えてみましょう。
人に成長や老化、そして寿命があることに異論のある方はおそらくおられないんじゃないかと思います。では国というものにも果たして一生があるのでしょうか。私個人は、国やその体制にも若く体力に富んで勢いのある時期、その後成熟が進んで老いる時期があるように思います。ちなみに先日の2月11日は建国記念日ではなくてですね、建国記念の日だそうです。なぜかというと2月11日が日本国の誕生日ではないのだそうです。で、まあ細かいこと気になった方はお調べになってみてください。こういう話を機会をいただいたのは、それもなんかこういうことを初めて知りました。それで、人に寿命があるように、人が作る組織や社会にも寿命があるようです。で、江戸時代は250、60年続いたわけです。株式会社の平均寿命というのは一方意外にとても短くて、平均ですよ、この通り数年だそうです。だから株式会社というのは次の四半期を乗り切ることを至上命題とせざるを得ないわけです。一方人とか国家っていうのはもっと長いスパンで未来を設計する必要があります。だから市場経済的な考え方に支配されるとさまざまな支障が生じるはずです。で、これこのカーブは握力の平均値、日本人男女の加齢に伴う握力の平均値なんですけど、上の青が男性、下の赤が女性です。で、とっても雑白な議論でお叱りを受けそうですけれども、単純に人口とか1人当たりの GDP をもし国の体力というふうに仮定するのであれば、日本は少なくとも中年期以降に差し掛かってるんじゃないかなと、私個人はそう思っています。それで、医療を含む現行の社会インフラ、それから社会保障制度は日本がまだ若く体力が存分にある時期に、設計されたものだということは皆さんご存知かと思います。で、充実した社会保障で寿命は本当に長くなって、世界に誇るべき成果を上げたわけです。で、1955年までは、農業従事者とかあと、自営業者を中心に国民の3人に1人がまだ無保険でした。で、全国の自治体に先駆けて実は岩手県が介護権を達成して、でその後に全国介護権となって現在に至っています。で、制度が設計されたのは人口増加の著しく、若年者がまた多く、そして高齢者の少ない時期でした。経済成長の時期に福祉政策が気前よく設計されて、それがその後の低成長時代に残念ながら、重荷になっています。国民3人に1人の身が無保険だったという時代には、悲しい現実として農村で娘の身売りとかあったんですね。なかなか表には出にくいんですけど。で、このようなその制度を設計して維持できた要因として、このこれも知ってる方おられるかと思いますけど、人口ボーナス期の関与が挙げられます。で、一般的に国が発展していくときには、若くして亡くなる方が減っていきますので、人口構成が多産多子型から多産少子型へと移り変わっていきます。で、若い人が増えて当分の間はその労働力がふんだんにあるわけですけれども、その一方高齢者人口というのはまだ少ないので、その高度な経済成長というのは気前よく人々に豊かさを分配します。で、我が国でも自己負担がゼロで高齢者が医療を受けることの可能であった一時期がありました。人口ボーナス期は一つの国に一度だけしか起こらないものです。なぜなら国が豊かになってくると寿命が伸びて、高齢者の方々が増加すると同時に、子どもへの教育投資が増えて人件費が上昇し、少子化が、起こる
絡んだそうです。まあ、この辺になってくると人類学も絡んでくるんです。で、年齢別人口構成の変化を把握する上で役立つ指標にこの人口ボーナス指数というのがあります。あの赤のグラフなんですが、でこの指数はあの15歳から65歳の生産年齢人口を年少者や高齢者などの従属人口で割った指数です。で労働力となる生産年齢人口の割合が高まると経済活動が活発になると考えられます。この指数が200以上の時期を、要するに生産年齢人口がそれ以外の人々の2倍以上いる時期、これを人口ボーナス期と呼ぶんだそうです。でその国の経済成長が期待できる時期なわけです。で日本に関しては1964年から2004年まではそのこのグラフの上200を超えていました。でじゃあ世界は一体どうなっているのかっていうグラフなんですけれども、その各国の統計を見るとその人口ボーナス期は必ずいつかは終焉が不可避であるということ、それから一度終わった人口ボーナス期は二度と来ないということが分かります。でこの水色の日本なんですけれども、出生率の減少とそれから高齢化に伴って人口ボーナスが急激に減少して21世紀の幕開けとともにですね人口ボーナス期が終わったということが分かります。で2018年以降も、低い人口ボーナスに加えてさらなる、減少が予測されています。各国と比べて一番下ですよねグラフは。で緑色がアメリカなんですけれども、人口ボーナスのピークはさほど高くないです。2倍をあまり超えない。でその一方で安定して 1.6 から、2倍の間を推移していて、そして将来的にもこの下りのこの傾斜が緩やかなんですね。でこの赤が中国です。一人っ子政策とそれから男女産み分けで少子化をきたしたので今後安価な労働力が不足するようになって世界の工場としての役割を終えるでしょうというふうに予測されています。でこれもあのキーになる大事なスライドなんですけれども、少子化が起こるとその少子化直前の世代人口があの突出するようになります。こういうふうに突出してますよね。でこれがいわゆるその団塊世代というふうに言われているわけです。でこの年齢がこのこっち0歳でこっちに行くほど年取るということなんですけど、この生産年齢人口このグレーの間に、いる間はその経済にプラス、ただこれがこう順を追って2013年2025年というふうにこう移動していきますけれども、まあ、団塊の世代が年を取ってそしてこの生産年齢人口を外れて高齢者に入ってくるようになると、経済的にはマイナスに作用するわけです。でこの団塊世代の子どもたち団塊ジュニア世代ですね、これがその団塊ジュニア世代がもし団塊孫世代、こんな言葉はないですよね、言うなればこの団塊孫世代を生み出せばこの人口構成比の悪化、要するに高齢者が多いということなんですけども、これにある程度歯止めがかかったはずなんです。しかしこの団塊ジュニア世代がその就職する90年代後半には企業の業績が悪化して収束なんでした。就職氷河期って言ってましたよねその頃で、あとはその後その長時間労働の改善の失敗、それから待機児童ゼロへの取り組みの失敗がその団塊ジュニア世代が団塊孫世代を増やせなかった原因と考えられます。で2人目以降の、子供を産み育てる状況ではなくなったので、これからその21世紀中盤のその労働力、未来の労働力が減ってしまいました。
それから、まあ、建材も含めてなかなか保育所が整備されませんので、その21世紀初頭のその働き手も失っているというわけです。でこれはその諸外国ももちろん似たような経過をたどる傾向はあるんですけれども、要するに日本の問題というのはこの働き手の減少スピードと、それから高齢者の増加スピードが他の国々に比べて猛烈に速い、これが問題なんだそうです。それでこれら多数の要因による複利計算的なマイナスの変化が私たちの日常を侵食し始めています。でなぜこんなことがと頭をかしげたくなるようなニュースや、事件の構造的な背景の一部を成していると私は推察しますけれども、それは考えすぎでしょうか、どうでしょうか。で見通し困難な未来において、その我が子の将来を嘱望するならば当然教育コストがかさみます。で今を生き抜くことに困難を感じ、未来に楽観的になれないとすれば、この少子化進行に歯止めがかかりにくいことは全く想像に難くありません。そしてこれは残念なんですけども、本当につい最近日本人の実数が減り始めています。でまあここまでお話ししましたけれども、この事実はその私たちがこれまで追い求めてきた、豊かさとは一体何であったのか、そしてこれからの社会が目指すべき成熟とはいかなるものなのかという根源的な問いを投げかけていると思います。で私たち自身についてだけではなくて、私たちが作り上げる社会そのものの追い方が問われているのではないでしょうか。でちょっと別な話題に行きます。まあインディアなんですが、その自分たちの行いのために子孫に負債を負わせてはならないと、考えて、その豊かな自然を次の世代へ、受け渡してきました。で常に7世代先の子孫のことを考えて自然と共存することを重要視したと、そのように言われています。で7世代って全く想像もつかないので、まあ、仮にその思考実験をしてみましょう。でこの厚労省のデータから、もしその1世代というものを25年から30年というふうに仮定すると、まあ過去は世代交代早いので25年で計算して、未来はまあ晩婚化とかですね、そういうものがあるので、まあ1世代30年と計算したとすると、なんと7世代前っていうのは憲法14年で、7世代後っていうのは22世紀でのさらに先の23世紀ということになります。でちょっと時間軸にしてこう見える化してみたんですけれども、まあ、資料からその盛岡の人口の推移を、2015年までは実績で、そしてそれ以降をその推定で、カーブで示してみました。で7世代もこう前後にかけ離れてしまうと、現在とあまりにかけ離れていて、まあ、想像を絶するわけです。ただ、2世代で考えてみると、祖父母の世代、まあ、自分らの孫の世代ですね、だから比較的なんとなく時間を持って身近に考えることができます。で人口の推移を視覚化してみると、むしろこの長いタイムスパンではむしろ人口の少ないことの方がなんとなく当たり前に見えてもきます。でつまり何が言いたいのかというと、私たちの今生きている今という、時間が人類の歴史上極めて特殊ではないかということです。私は2つの意味で特殊なんだと思います。一つは人口が突出して多いということ、それから人口が減り始めるという初めての特異点に私たちが今生きているということです。それで、天保の飢饉の時には7世代後のことを考えるところではなかったように私には思います。7年前の東日本大震災では、1万6000人弱の方々が犠牲になりました。
一方、江戸時代に一旦飢饉が起こると、例えば5年間に100万人以上の人口減少が起こったんだそうです。で、今月初めに大量廃棄となった恵方巻きは、肥料とか動物の飼料になったんでしょうね。で、企業の利潤のために調理された食べ物が売り時を少し過ぎたらショベルカーで大量に処分されるのは、今が人類の歴史上の極めて特異なポイントだからなんでしょう。そうではないでしょうか。ちょっとよくわからないんですけど。で、国土交通省は人口減少が、地方の町とか生活に与える影響を分析して2015年に公表しています。で、左の点は、これらのサービスの存在確率の 50% で、右の点は存在確率が 80% を示している、そういうグラフです。で、盛岡の人口がもしですね 27.5 万人を下回ると、もしかしたら川徳の存在する確率が五分五分になるかもしれない。そして 17.5 万人を切るとスターバックスと会社ディーラーが存在する確率が五分五分になる。それから、映画館だったのかな、下、ありがとうございます8万7000人を下回ると、もしかしたら映画館通りが消えるかもしれないということが分かります。で、これらもし仮になくなったら、今すぐみんなが生きていけなくなるわけではありませんけれども、すごく寂しい感じがします。それで、例えばまあこういう医療資源についてみると、17.5 万人を切ると救急救命センターがなくなるかもしれない。これは確実に困ります。いざという時に困ります。で、人口が減少するという事実にもし歯止めが効かないのならば、私たちにできることはせめてその減少のスピードをゆっくりにして、数々の不便に対応するための時間を稼ぎつつ、私たちのものの考え方、それから世の中の仕組み、これを現状にフィットさせていくことではないでしょうか。で、医療はその道路とか教育、ライフライン、自然環境と並んで、社会を安定させて維持していくのに不可欠な社会的共通資本の一つです。で、医療にコストが発生する限り、我が国の厳しい経済状況と分けて考えることはできません。社会保障制度と医療の充実によって長寿社会が来たことは、大変に喜ばしいことです。しかしながら、私たちがこれからも必要とする医療サービスを享受し続けるにはどうしたらいいのでしょうか。で、豊かな時代にはあえて意識せずに、住んでいたことですけれども、人、物、金というのは当然有限です。で、無駄を省いて必要に応じてその配分に賢くメリハリをつけるのが特策だと思います。限りある医療資源に実効性を持たせながら、これを、これからも私たちの幸せに結びつけていく必要があります。で、あくまで試験ではありますけれども、このような見地に、おきまして、総合医療をしようとする、医師たちが何か手助けできるのではないかなというふうに思います。で、そこにはその必ずしも物や金に依存しない人の手の技と温かさ、そして知恵の出番があります。で、真に成熟した世界、社会が向かうべき方向の一つではないかと思います。で、大通健康教室とか、盛岡人間塾を主催する川先生が家庭医として長年、総合医療的なことをしておられたことは皆さんご存知のとおりです。で、もし国も老化を避けられないのだとしたら、どのように年齢を重ねていけばいいんでしょうか。で、この表は古くなりますけれども、1974年の書物からの
人に支障についての引用です。で、このグラフの救いはどこにあるのかというと、体力の衰退期に入ってもその、なお、知力が旺盛なことです。で、もし国に当てはめるならば、国が年老いても諸外国から一目置かれるような成熟した文化と、それから変化に対応するしなやかさがあれば良いのではないでしょうか。経済力とか人口とかいったその体力だけを当てにしたがむしゃらな若い時とは違った価値を持っていけばいいのかもしれません。だから学問とか芸術とか、それからスポーツといった文化を衰退させてはならないと思います。で、20世紀の心理学者ユングは、このように言っています。常に前進するのが人生の法則であり、それより逃れようとするのは、つまり年を取りたくないと願うのは、子供時代から抜け出したくないと思うぐらい馬鹿げたことだ。それを受けて、新井は1982年日本老年学会雑誌に書いています。避けられない身体の衰えを受容できないで、いつまでも抵抗しようとするのは、不安な心から生じた神経症の状態と言ってもよい。まだバブル以前の話ですね。で、文言をお許しいただけるなら、今私はこう言います。人口がピークに達した日本はいずれ縮小するのが日本の摂理であり、自然の摂理であり、それを逃れようとするのは、つまり21世紀を生き抜くことを放棄することは、戦後の混乱時代から抜け出したくないと思うくらい馬鹿げたことだ。いろいろ書いてますけれども、ちょっと強く言い過ぎかもしれませんけれども、要するにその望ましくない現実が否定できないなら、あとは適応の問題だというふうに申し上げたいということです。というわけで、ちょっと一方的にしゃべりましたけれども、この辺が中間地点ですので、一旦休憩を